そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を、愛してくれてありがとう。3分やろう。エースの弟を連れてけよい、全部。そいつの命は俺たちが守る。わかった、ルフィ君。気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ずはははは、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ
だ。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。このバカの命を取って俺がけじめをつける。ぜははは、望むところだ。やってみやがれ。ウィーハッ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 。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わらをこっちへ預けろ。お前さん何者じゃ。麦わら屋とはいずれは敵だが悪縁も得る。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。こっちだ。早く麦わら屋を運んでこい。さあ、なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだ。すまん、赤肌の。周りの敵をどうにかして進むんじゃ。デザート弁当。やりなり。一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。
ちらから進むぞ。うわぁ、こっちは刻んだりするんだぞ。死にたくねから末恐ろしいわ。今は潰しておくか。この騎士、あいつのところへは行かせねえよ。い、早うルフィ君を手当てしなければ。助けてほしいのは俺だ、バカ野郎。君たち誰一人として逃がさないよ。永遠の思い通りにはさせねえよ。わしも本気を出さなきゃいけないかね。死にたくねえ。死に、さぞよ気をつけなすって。じゃあ誰が相手じゃろうぞ。この飯押し通らせてもらう。そこまでだ。困ったね。対処相手です。油断してはならんぞ。休むか。行くよ。デザートベント。やっとの鏡。悟空。おいおい。死ぬせいに。行くよ。やさぐりのまま。おいおい。男子のことはいいから、さっさと逃げるのよ。女任務再開。